はいどうも、ニールです。今回もアークやっていきたいと思います。今回はですね、聖典の洞窟に向かっていきたいなと思います。この聖典の洞窟はですね、すごいね、中が狭いらしくて、恐竜にね、乗っていけないらしいんで、今回は生身の状態で向かっていきたいなと思います。では、やっていきましょう。毎回ここ通るときに、なんだここって多分洞窟だなって言ってた。場所ですね。入り口はこれですね。え？待って。こう？あ、こうか。C か。これで入っていく感じか？おー、来た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 。でね、前回ポンプショットガンをね、なくしちゃったんで、普通のショットガンですね。2発ずつ。これ使っていきたいと思います。え、こう、あ、いるな。全然当たんない。え？全然当たんないんだけど。おりゃ。お、やばい。待てよ。待てよ。ほら。おりゃ。危な。なんか狂犬病にかかった。あ、これか。でもね、回復持ってきてるんで、ゴリ押す。え、でもなんかアーティファクトかなんかの音しない？やばい、いる。いて。待って。何も見ない。待って、ここ。やばい。一人称で行くか。あぶね。やばい、ここ。一人称で行こう。やばい、やばい、やばい、やばい。おりゃ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 レベル高。おりゃおりゃ。どこ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 ？何も見えない。え？何ここ？え、これ何？落ちたら死ぬ？これ。え？あれ？待って。この歪みは？ここにあるんじゃないの？これで。え、だって。お？これじゃね？あ、待って待って、え？え？いや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 、だって今さえ？いや、さ、思った以上にさ、滑ってかなかったっすかね。ちょっと、また作んなきゃダメじゃん。どうなってんの？てか、こうですね。目の前なんだけどな。石につまずいて落ちたのかな、さっき。こっちから行くか。あ、待って、かわいそう。行くしかねえ。待って。あぶねえ。よし、取った。はい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 、来たよ。はい。これもう、これもう終わりじゃない？これ戻っていいんじゃない？あ、来た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 、もう秒でクリア。よし。よし。よしよしよし。どうやって戻るんだ？どうやって戻るんだ？ああ、戻った、戻った。やっ。いや、危ねえ。今回だいぶ早くクリアできたんで、もう一個ね、洞窟があるんですよ。そちらの方に行きたいかなと。今回ね、2個目にやる、強者って読むのか、強者って読むのかわかんないんですけど、こちらのね、洞窟に来ました。今回読み方強者でいきますね。昔はね、低温ポットっていうのがなかったらしくて、生身でね、めっちゃ高レベルの恐竜と叩かなきゃ、キャーキャーキャー、叩かなきゃいけなかったらしいんですけど。大丈夫か？ちょっと出すか。あぶねえ！あぶねえ！おりゃ！おりゃ！おりゃ！こういう風にね、ティラノサウルスでいけるらしいんで。待って、全然倒せない。強くない？オッケー、強っ。これ、やばいな。あのゴリラたち、いけるか？これ水渡んない方がいいのかな？か。おりゃ、おりゃ、おりゃ。これを本当はね、恐竜なしで、昔は言ってたらしいんですよ。考えられないですけど。待って、やばい、やばい。これ見えないんだけど。やばい、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 やばい。はまった、はまった、はまった、はまった。オッケー。何これ？で、待って。これ最悪なんだけど。え、これ、終わった？もしかして。ティラノサウルスですら終わるか？強すぎない？ここ。え、やばいでしょ、ここ。一旦落ち着いたから回復しよう。え、これなんか、ティラノサウルス行けば余裕なのかと思ったけど、全然余裕じゃないな。肉がなくなっちゃったんで、行くか。おりゃ、おりゃ。小回り効かないからむずい、これ。やばいやばい、これ。
やばい、またハマった。え、硬すぎない？ここの敵。誰も倒せなくないですか？え、ちょっと待って、強すぎる、強すぎる、強すぎる。終わるって。え、嘘でしょ？やばい、死ぬ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 、お亡くなりする、お亡くなりする。うわ、最悪。うわ、これ絶対死ぬやん。嘘だ。いや、待ってー。待ってー。え？えぐすぎ。そして、落ちたら即死。敵がいないぞ。待って、死体あんのにさ、僕やったやつが一人もいないんだけど。こいつらやんなきゃいけないんだよね。おりゃ、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 オッケー、オッケー、オッケー。よいしょ、よいしょ。やばい。めっちゃ湧いてきた。あとはあそこにたたずんでるやつらが一番やばい。おいしょ、おいしょ、あ、これ、これ、よし、おいしょ、おいしょ。レベル高いな、やっぱり。オッケー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 。攻撃したら下がる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 。200?200?200 って痛いよ、それ。230って誰？なんか一人だけ、やばいレベルいるぞ。オッケー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 。これ、生身ってどうやってやるの？本当に。あ、あそこにある。あるぞ、あそこに。おお。はい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 。え、ゴリラ？めっちゃゴリラじゃん。よし。これを、取る。よし！待って、Uターン絶対できない。取れないかな、あれ。ジャンプ力足んないか。いや、この耳つければいけんじゃない？よし、これなら。あ、待って、これ回復なくなった。誰？待って、なんか、え、出てきた、なんか出てきた、やばい。いや、これもう一旦帰るしかないですね、さすがに。この回復がなくなったんで、これ以上長居できない。よし、戻ろう。全力で戻ろう。最初の場所だよね、多分。で、ここ、行って、ここまっすぐ。で、ここでしまう。いけ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 。やばい！やばい！う！走れ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 ！ちょっと、え、なんで？走って！走って！ちょっと、おっさん！なんで出そうとするの？何？折れてる？足折れてるって。やばい、やばい！いけ！頑張れ！あ、これ、いけたんじゃない？ん？なんか死ぬくね？これ。なんで？これさ、もうさ、よくね？ここで死ねば。やば。危ね。ほら、ここでさ。なんならこれ帰ってやろうか。死ぬって、死ぬって。脱水症状で死ぬって。はい。だって5だよ、5。これどう？あ、回復した。危ねえ。はい、では今回ね、天帝の洞窟と強者の洞窟に行きました。最初に行ったね、天帝の洞窟は、アーティファクトまでの道はなんかたまたまなのか、めちゃめちゃ近くにあって、最初ね、行ったらまさかの落下死するっていう。慣れればね、多分もうすぐに回収できると思うんですけど、まあ天帝の洞窟はすんなりね、アーティファクト取れたかなと思います。で、強者の洞窟がですね、めちゃめちゃ中にいる生物がね、強くて。で今はね、腹の低温ポットがあるんで、ティラノサウルスを出してね、いけるんですけど、昔は、あれをサバイバー一人でやってたらしいです。で僕は、ティラノサウルスを使ったのに、まさかの死ぬっていう。で、中ね、めちゃめちゃ寒くて、ほんと、毛皮装備とかしっかりしなきゃいけないんですけど、全然そういうのしてなくて、ただカオス首に巻いただけでね、行っちゃったんで、途中で回復がなくなって、まずギリギリで、最後なんとか脱出できたんで、これでね、アーティファクトが4つ揃ったんで、次回は、すぐになるか分かんないんですけど、ヘリジノサウルスとかね、イーサドルが出てるんで、この高レベとかを見つけていくのもありかなと思ってます。というわけで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ではまた次回の動画で。バイバーイ。